どうも、ひとみです。今回は、ふうずふう使っていこうかなと思います。いや、このキャラね、見てください。今ね、環境最強アタッカー、ジャブラとほぼ一緒なんですよ。見た目と役職がね。あと属性ね。うん。まあ、そこら辺似てるかなと思って、今回いけるかなと思ってやっていきたいと思います。しかもね、ジャブラって、まあ、銃弾攻撃の、まあ、スキル1あるじゃないですか、10シガン。まあ、それがね、食らわないんじゃないかなと。はい。敵から最大体力 10% 以下のダメージを受けたとき、スキル2速くなって、体力 3% 回復するんで、もしかしたら食らわないんじゃないかなと、いうことで、今回体力防御盛りにしてきました。どうですかね、この体力防御盛り。結構持ってて、で、しかもね、麦わらの一味に強いんで、まあ、今の環境、麦わらの一味いるかって言ったらまた別なんですけど、まあ今回ねちょっとステータス重視して、まあジャブラ枯れるように気絶弾しかつけていきません。まあさらにサポート見てください皆さん、 177.6% ということでね、もうそんなフーズフー最強でしょということで、今回やっていきたいと思います。ズラッゴー、1戦目やっていこうかなと思います。今回やっていくのはほぼジャブラということでね、やっていこうかなと思うんですけど、ほら見てください、ほぼジャブラでしょ。通常攻撃移動も速そうで速くない。まあということでやっていきますか。まあこのキャラね、ジャブラに対してまあいいんじゃないかということで、これとりあえず打ってきます。はい、これ持続があるからね結構。まあスキルに、まあ今回はもう本当にロジャーは知らない、うん、ロジャーにやられるかもしんないんですけど、まあそれはしょうがない。でスキル2でねこれ回避できるんで、ちょっとそこをねうまく、OK、 通常攻撃押し出し、この通常攻撃1ダメめちゃめちゃ長いからね、それジャストがいい。オップだ、オップだすぎ。で OK、 ナイス味方で、これで相手ジャブラ出てくるんですよ。そのジャブラを僕が倒します、任せてくださいということで、なんかね今回防御力と体力持ってきたんで、スキル1多分食らわない。まちょっとまあ説明中でさすがにこれはやられるな。多分これやられるから、ここら辺で打っといて、はい、持続させて、きついか。あれセライムもう一人どこ行ったんだ。あー守ってたか2陣目、やべえこれ終わったわ。多分これ終わったわ、終わった。ちょっと待って、これ全体的にきつい。だこれ全体的に無理。ブーストまで待たせて、あ肉2つ、肉も2つ出させていただいて、さらにここでジャブラを狩っていく。 OK、 ジャブラを狩るという当初の作戦は OK、 成功したんで、全然 OK よ。通常 OK、 長ジャスト回避 OK、 1、2、はい OK、 1、2の OK。 まあアタッカーだから、あもうほぼジャブラ。ほぼジャブラって何、やばすぎ。ジャスト回避できてない、やばカイト行かれた。 OK、 これではい OK、 吹っ飛ばせない。で多分、1からの OK、 これ無敵スキルよけて、はい、ニカに対してはこれが刺さる。ニカに対して強いですからね。まさかの取り返し、惜しい。このねあとちょっとがでかいんだよね、これロジャー入ってくれたら。やばい裏行かないと。これはでも麦わらの一味強いですからねこのキャラ。アズライムそっち行ってくれてるんで、じゃあ任せますかと、任せてこの麦わらの一味に強い、このよし、取り切る。 OK、 OK からのこれカバーしての、 OK、 これジャストになんないんだったら、多分カウンター成功して、ジャブラに対して痛すぎ。ちょっと2陣目任せるわ。これジャブラに対して、これ大丈夫じゃない、そっちは大丈夫じゃない。スキル2は皆さん食らっちゃダメっす。スキル1がダメっていう作戦なんで、これちょっと待ってね、1、2の OK、 残念無理か。 OK、 中入ることによってこれワンチャンでも勝てるぞ、全然勝てる。いや待てよ、これバカに食わせたら終わりじゃない、OK、 一旦撃っちゃっての、はい、ジャスト回避。まあきついな。いやちょっと作戦と違うな、ちょっと大ダメージ食らっちゃったわ途中で。ちょっとなんだあのジャブラ、なんか変な動きしやがって。くっそ、一番後ろまで下がってわざわざスキルに打ち上がって、くそ。ということで次やっていくんですけど、どうですかね皆さん、フーズフー、いやいけそうではあるでしょ、惜しいんだよね。まあとりあえずさあ相手ジャブラいるんで、そこも狙っていきたいところ。ロジャーだけは無理、しかもそのカムサリ危険じゃない、無敵スキルない、もうこのフーズフーからしたらだいぶ危険なんで、さあとりあえずこれ打っちゃいますか。打っちゃいいの、外したもしかして、タゲかかってた、外すか。まあとりあえずこれ貫通するんで、これどんどん通常攻撃を、打っておきながら、当たっているのかこれは、当たってる、1、2、はい OK、 当たったら OK。 お前カムサリもう終わった、もうカムサリ大嫌い、ホートで嫌いなんですけど、もうカムサリうざすぎる、気絶さしくないと。いやあっても、いやもうスキル2打った方がよかったか。いややっぱね、スキル2でねカムサリ回避するしかないんで、もういいって。もうさっきカムサリさクールタイム50秒ぐらいにしません、
で、セライムのスキル1のクールタイム50秒くらいにしてください。いや、それでね、すごいバランス取れると思うわ、本当に。なんかね、まあ、最近ね、最強スキルのね、クールタイム異常なんだよね、本当に。旗取ってからなんかしと、あ、ナイス、味方。ということで、ジャブラ来たんで、これちょっと援護します。戻りされる可能性高いんで。ということで、ここを撃っていけ。はい、シールド破壊。いや、もう、いや、もう、撃たすぎる。あ、ナイス、ナイス。オッケー、味方ありがとうということで、このジャブラ。あ、でも待って、これ降りるから、実際俺必要ないな。あ、どうしよう。そうなったらどうしよっかな。これ、あー、待って、行かれたな。ちょっと待って、これ、一旦守ろう。一旦守る時間や。あ、ナイス。いや、降りん強。オリンがめちゃめちゃ活躍してて、これスキルにダメージ減少無視なんで任せてくださいと。で、無敵スキルね、はい、読めてますよ、多分。オッケー、ここでしっかりダメージ減少無視当てて、さあもう一発当てていく。そしてこれ、もうやばい、全然体力防御盛り生きてなくね。こんな体力防御盛りって一瞬でやられるっけ。いやー、やっぱりね、いいんですよ、正直。カムサリがめちゃめちゃ強くて、あれで。でもね、やっぱクールタイムを重くするべきだなと。なんだっけ、20何秒とかだよね。で、旗取ったらさ、すぐ溜まるよね。まあそういうことでね、まあそこがちょっと強すぎるのかなと若干思うんですけど、これ撃たないとやられる、強襲で。オッケー、まあとりあえずゾロは勝っていく。石化してるゾロですけど。さ、いって、お前戻ってきたんかい。戻ってきたのね。まあそれはいいんですよ、まあ正直。あ、まあそのね、あのスキル火力とか、まあ、シャーコンダーツと、あのカムサリがね、まあ同じ火力だったら、まあちょっとね、まあ、技のかっこよさも違うしみたいな、まあそういう気持ちはわかるんですけども、オッケー、勝っていく。まあやっぱりクールタイムは変えるべきだなと。まあバジュラングとさ、シャーコンダーツ同じ頻度で打ってたらええじゃん。シャーコンダーツはさ、10秒に1回打っても使ってもいいけど、バジュラング10秒に1回打ったらちょっと技感ないから、まあちょっとそこら辺は、まあ、強くても、まあ全然ね、文句多分誰もないんですけど、まあやっぱね、そうなってくると、やっぱりそのクールタイムが大事かなと、はい、僕は思うんですよね。まあそして、はい、なんかめっちゃ KO してね、今俺3 KO ぐらいしてない、これやっぱりこっちが来るんで、これ打つしかない。はい、うっちーの、なんかさ、最近さ、この吹っ飛ばされながらさ、なんかなること多くない、石化。いや、マジで。さ、これとりあえず2価に打っちゃいますか。はい、2価だったら任せ、お前ゾロか。ブースター無理。ブーストじゃなかったらいける。ブーストじゃなかったらお前の攻撃全部回復するのにな。オッケー、まあ一旦これは逃げますか。さあ、この通常攻撃移動、この移動速度下がってもこの通常攻撃移動で、はい、これで、なるほど、なるほど、それ大丈夫。もう一発食らっとけ。オッケー、はい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 、いいダメージ、ジャスト回避、回避ないよね、キザルさん。オッケー、当たってる。はい、で、ゾロに対して時間で、そろそろ誰か来れるか。ナイス、カムサリ。いや、惜しい惜しい惜しい、ナイス。さあ、1、2のオッケー、3で、オッケー、ナイス。ちょっと待って、ダウンしないと思った、まずすぎ。で、今これなんか打ってくるでしょ。オッケー、これ即打ち、これ当たんないの、大丈夫、大丈夫、いって、はい、でも結構回復してる、やっぱ回復してる、体力防御盛りにして正解だ、やったやった、終わった。スキルに打てばよかった。いやー、まあ、やっぱジョージよろけむ子は強いな。いやー、でもね、フズ結構頑張ってたよ。やっぱ緑属性って絶対ゾロに勝てないみたいなところありますから、それで勝ったのはでかい。そしてここからチームブースト任せてください。はい、ここからね、麦わらの一味多分出てくることでしょう、敵のね。ということで、カムサリだけ気をつけよう。カムサリ食らったらもう全部終わり。体力防御関係ないから。いや、それよくないよね。その多分スライム飛んでくるわ。飛んでくるんで、先置きしといて、はい、先置きで当てよって、あ、当たってない。あ、ナイス、誰か KO する。そしてこれは、はい、ナイス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 、痛い痛い痛いけど、これいける。オッケー、一旦吹っ飛ばして、さすがにロジャーがいるんで大丈夫でしょ。オッケー、ナイスナイス、味方、ゲージ貯めときますね、めめ。ゲージ貯めときますかと。で、無敵スキルを打つでしょ。あ、食らった、これ。多分、使ってんな。はいはい、全然足は食らないわ。オッケー、あざして、ナイス回復。ということで、ラストやっていくんですけど、いや、どうですか、ほぼジャブラ。ということでね、やっていくんですけど、ちょっと味方のセライムね、メダル付き忘れてた星5のセライムなんで、まぁ、ちょっとね、危険なんでね、しっかりカバーしていきたいなと思うんですけども、これどうしよう、ロジャー2陣目来たら終わるな。まあでもそういうね、うまいロジャーもいるんでね。あ、さっき握ってたからね、あれ取ってもよかったんだけど。ナイス、カムサリ。はい、ナイス、C 地点取りだけど、味方のあれは、ないってことは僕分かってるんで、さあとりあえずこれ裏は任せますか。まあさすがにこれどうしよう、1、はい、OK、 1、2からの OK、 これ大丈夫で OK、 これはナイスパスだけどかぶってる。そして少しでも時間稼いどくわ、少しでも時間稼いどいて、誰か来れるかな、気づいてくれたらありがたいけど、1、2の OK、 さあこれワンチャンシャンクス入れたら、くっそー、まあ、カムサリは効いてない、いやー、そのコンボ
そのコンボきつい。ナイススライム、それは助かった。そしてここは俺が打って任せろ。オッケー、しっかり KO、 しっかり KO して、オッケー、それは大丈夫。オッケー、火力戻ったね。火力戻って、相手ジャブラ誰が KO した。なんかもうもはやジャブラ対策はまあ別にニカとかでも、まあニカ、うん、まあ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 って感じやな。さあオッケー、ここは当てていく。え、全然食らってない。 20% 以上の攻撃。おい、貫通すんな、マジで。本当にそこ、しかもカムサリさ、もうちょっと幅狭くしない？なんか緑ロジャーよりなんか範囲広いのよ、カムサリ、あなたの。うん、あ、もうちょっと狭くしてくれたら緑ロジャーとなんか差別化できるかなって。だから緑ロジャーのなんか上位互換だもん、だって常に 50% って。で、火力、最初の緑ロジャーのカムサリより火力高いし、まあそう考えると、そうですね、まあちょっと変えていただけると助かりますね。これちょっとカムサリ怖いんで、これ打っとこう。一応打っといて KO して、でさらにここからも当てていく。オッケー、ナイス、いいよジャブラー。さあこれね、若干押し出しなんでね、オッケー、ナイス、12のオッケー。さあ一回出すわ、一回出しといて。うわ、どうしよう、これおでん無理くね。あ、待って、これおでんの通常攻撃だ。お、これ出せる、出していく、ブーストマイケル。カムサリだけは、オッケー、1からのオッケー。無敵スキルはブースト中なんで危険。はい、握るけど、これ大量にあるからね、全然食らってない。マジで全然食らわないな。ちょっと、シャンクス危険、シャンクス危険で、このスキルないよ、スキルない。お前、食らいすぎ、食らいすぎからのオッケー打っちゃって、いたー、なんかめっちゃ食らってるし、当たってないし、お前遠い方にもしかしたら竹取ってたら許せないんだけど、それ。ちょ、いいよ、通常攻撃だったらできる。オッケー、これ打っちゃう。ちょ、2回違うとこ行かない。まあまあまあ、ここ取るっていうのもありだけど、1からのオッケー。そろそろ無敵スキル溜まってるような動きをしてるか。あ、オッケー、1、ナイス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 だけど、これさ、多分取り際行かれるよな。ということで、でもブースト呼ぶためには握るしかないから、ナイス2かの判断で、これは一旦取られるんで、その後俺に任せろ。一旦ね、一旦これ打っといて、でこの後吹っ飛ばしのスキルに、これやられるわけにはいかないな。1からのオッケー、1、2、はい、オッケー、いた。シャンクスの視察にいたって言いながらやられるのめちゃめちゃ嫌だな、すっごい。あー、まあそうですね、まあ、ジャブラの方がいいかもしれないですね、これは。まあ、フズフはほぼ見た目がジャブラなんでね。